週間ぶりのビデオブログですね。いや、今まで何してたんだと。夏バテだよ。そうなんですよ。僕のチャンネルはね、すごい10代のすごい若い子がたくさん見てくださってるみたいで。Google マップってご存知でしょ？ここ最近 Google マップがすごいと。何年か前の Google マップはまだ衛星から地上を見ることができる程度に留まってたんですけれども、ストリートビューっていうのが3、4年前にできたんですよね。そしてここ最近ですね、Google マップはさらに建物の中とかも地図化させようとしてるんです。僕埼玉県民なんで池袋まではなんとかなるんですけど、あの新宿駅の複雑さはどう考えても悪意があるだ。だって僕この前改札出たのになぜかスターバックスにいましたからね。スターバックスだ。その話は置いといて。もう社会科の自由見学はもうこれで決まりです。Google マップで NASA へ行ってみてください。もうすごいですよ。さあ、一回見てみましょうか。はい。サファリを立ち上げたら、まずは、Google 先生を立ち上げまして、ケネディ宇宙センターって、調べてみてください。Wikipedia から英語を選択して、僕英語できないんで、英語でですね、ケネディ宇宙センターを、調べます。そうすると、ずらっとですね、フロリダにあるケネディ宇宙センターを表示して、どん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 近づいていきます。スペースシャトルがありますね。スペースシャトルじゃなくて、この左上のこの黄色い人形みたいなのをですね、選択してください。黄色い人形をドラッグ。そうすると、ストリートビューが選択可能なところは青くなりますから、それを見てみると、こんな感じでですね、いろんなですね、その場所から見た写真が掲載されているので、まずそれが見れることができます。そしてですね、もう一個、こういった、これも同じケネディ宇宙センターなんですけれども、同じように、これはスペースシャトル組み立っている場所ですね。なんだ？青森？そしてですね、そこで、こんな感じで、この黄色い人形が、なんか宇宙服着たりするんですよ。さあ、それがすごいんです。これが今の組み立てをするスペースシャトルの格納庫なんですけれども、こうやってですね、中まで見れちゃうんです。そして、あ、これ、すごいですよね。なんかキャタピラみたいなのがありますけど、これでスペースシャトルを当時、こう運搬してたりしたんでしょうね。ストリートビュー感覚で建物の中が見えるようになってるんです。もちろんストリートビューと同じなので、建物の中をこうやって散歩する感覚で移動することができるんです。360度もちろんパノラマなんですよ。なんかいろいろこうやって見ていくとですね、もう一個、これは管制センターみたいですね。隣の倉庫のすぐ隣の方に移動してみましょう。よいしょと。わあ、これすごいですよね。これがおそらくスペースシャトルの管制センターなのかなと思うんですけど、こうゴミ箱のバケツがあったりするんですけれども、これもですねストリートビューと同じで360度パノラマで見ることができるんです。天井が高くていいですね。隣の部屋にももちろんこうやって移動することができるんです。イクジットって書いてあります。あら、隣も広くていいじゃないっていう感じですよね。で、これも同じように360度ありまして、デルのパソコン使ってるんですね。ここはスペースシャトルを打ち上げる管制センターです。隣のフロアにも行くことができます。こうやってですね、ちょっとこれガチャガチャいじってるとですね、結構腕が疲れるんですけれども、結構楽しくて時間忘れますよ。こうやってですね、隣のまた別の管制センターのフロアに来てみました。はい、木目調のちょっとですね、隣はおしゃれな感じなんですけれども、これも広いですね。すごいパソコンいっぱいありますけど、これが、ケネディ宇宙センターの中なんですよ。こうやってですね、ちょこちょことこう自分の足で歩いてる感覚で見ることができるんですね。何がびっくりするってですね、これいろんなところに360度こう視点を変えながら見ることもできるんですけれども、こうやってですね、近づくとですね、結構書類これ読めちゃうんじゃないのっていうぐらい近づくこともできるんですよ。はい。皆さんもぜひ時間があったらですね、ぜひストリートビュー感覚でこの Google マップのケネディ宇宙センター見てみてくださいね。すごい面白いです。そして今日8月6日、アメリカの火星探査衛星っていうのはこれで2機目になるんですけれども、1機目は7月4日の独立記念日に合わせて着陸を成功させたんです。で、今回の2機目っていうのは今日成功しましたけれども、8月の6日でした。まあ、ある一定の記念日に合わせてこういったお行事を行うような嫌いがあるようなんですけれども、この火星地表面の着陸自体は本当に
素晴らしいことだと思うんですが、なぜこの2期目をわざわざ8月6日にしたのか、日本人としてはすごい寂しいことですね。まあまあ夏休みだから皆さん時間あるでしょうから考えてみてはいかがでしょうか。じゃあのー。